なんか泣けてきた。あんまり自分の思うようにボケてないですよ。あ？ごめん。なんでそんなショック現場になった。何が気分？でもそんなもん。あ？もう大丈夫。俺このところこんな捨てとこんな喋り方、俺これ怒っていいんだもん。言っとったら嫌だ。だけど俺はお前嫌いじゃないから。好きだから言うしな。これ行きたいけど、フライがいっぱい食べたいな。揚げ物バリバリ食べたいな。勝手に編集してくれんすか？秒秒秒で勝手に、そのいいと思う。魚のカンタさんがめっちゃ合ってたよね。さあ、じゃあ飯食う前に何話す？久々に。うわ、うまそう。お好みで簡単に。いいな。これは何ものなの？これだけ？これだけ。これだけです。マジ。いただきまーす。いただきまーす。しかし足場が忙しいな。めちゃくちゃ忙しいじゃん。やばいっす。今何時だよ。本当は。でも7時ぐらい。あ、そうそう。あ、そうそう。何？もう。あれだ、どこでもしゃべってるよ。帰ってきたやつから帰るしな。それ、ミュージ君が嫌がるんですよ。うん、まあ、みんなのことは思ってると思うんですけど、いや、かわいそうじゃん。もう、あげたら、慣れてる人じゃないと、偉いかもしれないですよ。あ、そう、待つのに。もう僕らは当たり前なんで、待つんですけど、セナとかやって。じゃあ、セナは使いますよ。そう、マジ気だと思う。怖いです。例えばの話です。だから、入ってきた人も、最初はしんどいと思ってる。うん。今は。はい、バチバチ言うのね。なんか暗いぞ。暗いぞ。結構俺も営業やってるとき、営業結構ガン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 自分の頭でやってるとき、付き合い産業ってあるんだよな。俺も営業行ってきて、口ふくしたんだ。食べ終わったの？やば。それは本当にでも伸ばそうと思って伸ばしてるの？そういうわけじゃないの？残業のやっちゃう、うん、あいや、お下げしました。岡部はまだかかるだろうな、今日ちょっと見とったけど、なんかめちゃくちゃ急いでやってるつもりだったら体がふわふわした。え、あのつけまくり熱いな。あんまり自分の思うように動けてないですよ。あ、自分の脳内イメージと体が合ってない。言い訳はいらんと。言い訳は俺もじゃあ16から職人やっとるで、そういうたわごとはよくわかる。言い訳じゃないし。じゃあ言い訳でしょ。俺も自分で16から死ぬほどやってきた自信があるから、はい、そうは言い訳だもん、はい、いやいや、あのタラタラやってるわけじゃないけど、普段からガツガツやってないと、で考えたら手が止まっちゃうんでしょ多分。そうで、考えるのと体を動かすの別々でしかできん人っておるじゃん。それって普段からやってないんだよね。自分でもわかるんですけど、うん、例えば自分一人で行くじゃないですか、うん、じゃあベトナム人二人だとし、ここはこうするからあれ持ってこいとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、それがなんていうんですかね、例えばベトナム人がこっちの方がいいとか言われたら、うん、そうしちゃうとか、うん、まあ今日も言われてたな。でそれでいいんじゃない、聞くのは別にいいんじゃない、それに従っちゃうんですよ。ごめん、なんでそんなショック現場になったの。じゃあ別に、別にいいじゃん、学びだ。それが言えんのが嫌だ。嫌です。なんで結果論、それで怒られることが結果論。ああ、じゃあお前のが取ったってことだ。お前の方が良かったのかとか、間違ってたことをなんか例えばこっちは任せてとか言われて、任せてやらしたら間違ってて、うん、でそれで最終的には何でやってないとかそういうことになるんで、でそれがあんまり人のせいじゃないですけど、俺怒られたら腑に落ちないです、あんまり。だったら最初からやらせるなって話なんですけど、そのやらせ、うん、難しいですよ。それよくあるよな、塗装の職人もよく昔も言っとったけど、それ誰々がやったとこですとか、頭で言っとる。それはただのお前の言い訳じゃない。そういうことですよ、一番嫌いなの。いいやし、なんかちょっと俺が勝利言うのと同じやん。足場はどうなっとんの、うん、それと一緒だ。お前らがミスしてもだってこいつらが言われるわけじゃん。で、なんで岡部がミスったのか思われなかった。思ってない。いや、違うっすよ。
違う、ちょっと趣旨が出てます趣旨が、なんで岡部さんの考えか、どういうことか、もう分からん、え、そういうことだろ、違う、いや、違う、そうだ、足場半としてドバーが汚ねえと俺ショートガンって言うじゃん、バーが汚ねえと、どんどんどうしたんだよ、どんどん怖いな、いや、怖いのじゃないでしょ、それで違う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 、それじゃないそれで、でもそれでもベトナム人に俺は言えないな、強く、あそれが嫌なんです、別に強く言わんでいいんじゃない、強くっていうのは自分の意見を通せば、俺も言いたくないけど、みんなから目をボンカスの時もあるし、俺経営者だったら会社潰したら俺が責任取らんのから、もう嫌なことをどうやって伝えようと、オラーって言わんでも、もうダメだよねそんな優しくないけどみたいな、そういう感じじゃない、そう思うの責任感だよ、そう分からん不適さんとかやば落ち込むなんて落ち込むの7番おめでとう、不適の不適あっ何が気分、何が気分、はい、何が気分、でもそんなもんあもう大丈夫、うん、ね、じゃ今んとわからん、いや、もう何があるかって言うと、もう分かんない、何がわからん、自分のことは自分でわかる、不適ってるつもりはない、不適言えよ、直せよ、それこそ、俺このところでこんな不適とかこんな喋り方、俺これ怒ってねえんだわって言っとったら嫌だ、嫌じゃん、さっきわーっていろいろあって考えてたら分かんない、すみません、いじられすぎていっぱい話してた、いじられた、言いたいとこ使えはい、使っていい、動画のホテルで余計文句言ったんだけど使っていい、いいんじゃない、長直りしたことも怖かった、ごめんね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 、何がいっぱいいっぱいやろ、マジでうまくいってないかも、それは気にしないでいいんじゃない、ちょっと気にしすぎじゃない、なんか泣けてきた、使っていい一生懸命やってるわけだよ、ほら一言言って欲しいなと思ってるけど使っていい何が悔しい、でももちろんマンションとかもやってて、カンタさんとかショウさんとかは普通に終わらせること、うん、普通に終わることなんですけど、うん、なんで俺だってもうまくない、それを言い出したら気にねえちゃう、じゃあお前が明日から社長やって俺に勝てる、勝てます、だからそれはだってこいつらの方が経験しそうなもんで、一生懸命やると胸張ればいいんじゃない、やっぱでもどうしても遅いじゃないですか絶対、うん、翔さんも段取り組む同連とかだと、うん、ちょっと心配じゃないですか、圧倒的に人が使えてないですよ、で、自分で、じゃあ俺がやるわって言って自分でやっても空回りしてるし、一人でやったら絶対遅いし、うん、人の使い方がめちゃくちゃ人です、だけど俺、お前人の使い方うまいと思うけどな、まあ、お前はどういうふうに、こいつと一緒に行くと、まあ、もうベトナム人も舐めちゃって仕事せえへんとか、多分それもありますね、あるんだ、あるんだ、それ感じるんだ、俺と一緒に行くと仕事せえへん感じるんだ、ちょっと感じる、お前は頭から下げるつもりもないし、落ち着いた、はい、大丈夫です、違うと思う、悔しかった、悔しかったですね、
あれ泣けるってことはそんだけ頑張っとんだろうな。まあ、まあ、あえて言うけど動画だしまだ努力が足りんだろ、お前が努力しないって言ってたよ。その辺のやつ100人おったらね、10人つけるわけだね。3万も5万とか10万もいると思う。鈴鹿んじゃんうちらが絶対根性あるやつじゃないと。でその毎日振り返って絶対もっと合わせれば早かったよなとか、うん、そういうのも思うんですけど、でそれで次はこうしようっていう。だってなかなか同じシチュエーションってないじゃないですか、うんうん、でそれも活かせなくて、うん、でこんな毎回毎回行き当たりばったりじゃないですか、うん、もっとやれたらなって毎日最近ずっと思ってて、悔しいのがあるんで、まあ、吹き出したんだろうな、頑張ったんだよ俺って。そのみんなとやっぱ比べちゃうんですよ、うん、その工程表でも見ても直線で入ってて、俺が遅かったらやっぱ悔しいって投げてくる。そのみんなやっぱフォローしてくれるじゃないですか、みんなこんなもんだってみたいな、うん、とか最初はみんなそうだったとか、うん、それすらも悔しくて、 なるほど、ありがたいですけど。わかるよ、今そんなこと言わないよだけど俺はお前嫌いじゃないから、好きだから言うしな、言ってもらえないですよ。まずは人のハートだろう、があるから、まあ、成長するだろうなこいつはと思ってるしな、ちょっと裏切ったりとかそういうタイプじゃないじゃん。この中でお前が役に立ってこうとは思ってるのはすごい伝わるし。翔、あ最後、あ最後じゃあ締めるわ。そうっすね、もうみんなになれとは言わないんで、経験だよ。これになったんだね。これできるってことだね。お前がなんか自慢も。じゃあすごいよねとか聞かないでもらっていい私に。はい、じゃあ皆さんちょっと職人の脇の営業が寒い結構きついことやってると思いますけど。足場時代を買い取ると、はい、求人やってます。足場時代は全国とまでいかんけど、まあまあ今愛知三駅ぐらいはよく声かけてるけど、やっぱ他のとこからも他県からもどんどん声かけていただければ、まあ写真なりで値段出すようにしとるんで、値段だけでも聞きたいっていうので話も来てるし、そういうのも声かけていただくのと、まあ求人は、まあ、どんな子が欲しい？まあ真面目な子ですね。真面目、わかるみたいに仕事できなくてもいいんで、うん、まあ、まずはちょっと岡部の満足感を浸るために岡部のレベル低い。そうっす俺こいつより上だ、同じぐらいの子が来てます。あ勝負していきたい、切磋琢磨していきたい、はい、まあ、どんな子でもいいし学びたいというのでもいいし、1週間2週間の体験でもいいんでぜひ来てください、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、またねー。